もうすぐ水場なんですけどね、水場でものすごい人を見つけちゃいました。ものすごい人はあなたです。いやいや、あれあなた新宿ボッカじゃない？ストリートボッカの、あの有名な萩原雅人くんがストリートボッカを見つけました。こんな雨になるとは思わなかった、ね、もっと早く回復するんかと思った。はい、じゃあ三平峠登ります。チャップ。おー、残ってた。もうすぐ水場なんですけどね、水場でものすごい人を見つけちゃいました。ものすごい人はあなたです。いやいや、あれあなた新宿ボッカじゃない？ストリートボッカの、あの有名な萩原雅人くんがストリートボッカを見つけました。この間ご苦労様でした。とんでもないです。とんでもないです。とんでもないです。お土産ももらっちゃってありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。しかも生蜜のツイッターの投稿とか、あ、生蜜ね、うん。ありがとうございます。美味しかったです。いや、こだわると思わなかった。超偶然。超偶然ですよね。知らなかったです。今日日帰りで小瀬沼行って、はい、で日光キスゲを撮ってね、はい、で帰ろうと思ってます。ああ、いいっすね。そうそうそう。じゃあ今日の動画で、俺もカブパパの動画で。応援出現が見れるってことをちょっと言わせてもらいます。そうそう、ありがとうございます。俺たちあっち行けないから。ああ、そっか。いつもこっちの道はね、おで沼山荘っていうところに僕かを、この荷物を届けに。そう、みんなでね、マー君の蜂蜜食べようって、そういう動画撮るんです。いや、超嬉しいです。ありがとうございます。着いた。はい、あのね、一応雨はね、もう止んだ感じなんですけど、三平峠着きました。おお。おお、来た。はい、三平下に降りてきました。あのね、この木道がね、ズルズルって、まあなんか死にかけたことなんですけど、まあとにかく無事降りてくれました。はい、まあこんな天気にも変わらずね、やっぱ三平下結構な方いますね。高さ日にちになってるんだけど、そこの展望台から、そう、超綺麗。いいね。
袋をこの辺に持ってきていただけますか。はい、ローストビーフね。はい、チリコンカン。これが、豚汁です。すごいな。で、これテラスさんからねもらってね、これ酒のつまみ、これこれこれやばいやつですね、やばいやつ。これテラスさんからまた酔っ払いキラー酔っ払いキラーをいただきまして、そう。こんなのあったんだ。もう日焼け。おお。ほら。ね、天気晴れたでしょ。じゃんじゃーん。はい、みんな無事降りてきました。お疲れでーす。お疲れでーす。はい、というわけで、今ね4時11分大清水の駐車場に戻ってきました。今日の小瀬沼の日光キスゲの具合ですね、これから見頃を迎えるという感じでありました。というわけでございましてね、今日もね動画ご視聴いただきましてありがとうございました。